今回はですね、アイリス大山が新しいアンドロイドタブレットを発売しますので紹介をしたいと思います。まあ少しね、えー、いろんな意味で話題になっていましたけれども、まあ今回新しく発売されるのは15.6インチというね、非常に画面のサイズが大きいルカタブレットというものが発売されます。まずね、アイリス大山といえば、まあ日本のね、家電メーカー、それもですね、比較的 え、安物家電を売ってるね、家電メーカーというイメージがあると思います。まあ、安物家電っていうとちょっとね、言い方悪いかもしれませんけれども、まあコストパフォーマンスの高いね、家電を販売をしています。で、やっぱりね、まあ一流の、超一流の日本のメーカーっていう感じではないかもしれませんけれども、いわゆる昔からね、知ってるようなメーカーではないかもしれませんけれども、やっぱりね、名の知れない中国のメーカーなんかのものを買うよりは、まあ安心かなということで、まあその辺が非常に人気ではないかなと思います。 今となっては、例えばアマゾンでね、結構あの掃除機売っていたり、まあそのやっぱり家電メーカーっていうイメージ強いと思いますけども、まあ、私のイメージだと、私がそうですね、えー、20代前半か、10代前、えー、後半ぐらいの頃にですね、衣装ケースっていうものがあったんですね。まあ、プラスチックでできてるんですけども、で、まだそのね、その前の世代って、ブリキでできた、あの押し入れに入れる衣装ケースっていうのがあって、それがね、その10代の後半ぐらいにプラスチック製に変わっ たんですよねそれを作ってたら確かアイリス大山だったような気がします。でそれまではブリキでできていて、押し入れに入れても、押し入れってこうね、布団入れるようになってて、基本的には細かい収納するには向かないんですけれども、まあ、それを収納スペースとして使うために、そういう衣装ケースってものがあって、その中に洋服を入れて押し入れにしまうみたいなことがあったんですが、 要は中に何が入ってるかわからないんですね。ブリーキーのやつだと中が見えないんで。で、しかもちょっと重量が重かったり、ちょっとぶつかったりすると音が出たりね。意外と使いづらかったんですが、それをプラスチック製に変えて販売してきたのが確かアイリス大山だったと思うんだよな。で、その時結構その衣装ケースでなんか売れたっていうか、えー、人気商品になったような気がするんですけれども、だからそういうね、プラスチック製の製品を作ってるっていうのがなんかアイリス大山ってイメージなんですよね。 まあそれは本当に今から20、30年か40年か前の話だと思いますけども、まあ今となっては、まあ本当に家電メーカー、立派な家電メーカーという感じですね。まあまさかね、あの衣装ケースを作ってたメーカーが、 アンドロイドタブレットやね、テレビを販売するメーカーになるとは、その時は全く想像できなかったですね。ということで、15.6インチの、まあ、ルカタブレットということで、このルカっていうのが、そのさっき言ったテレビですね。テレビもアイレスをヤマ作ってるんですけれども、えー、まあ、それと同じシリーズにしてるということです。だからテレビをちょっと意識してるんでしょうね。なので、まあ、15.6インチってサイズもあるので、基本的にはね、この販売ページを見ても据え置きですね。置いて、まあ、動画を見てくださいとかですね。 これもお父さんがまあ、リビングでね、野球を見てますけども、こういうプライベート、自分用のテレビとして、テレビっていうか、まあ、ディスプレイとして使ってくださいねという感じですね。まあ,あと子供用のオンライン学習だったりとか、まあ、レシピを見たりですね。基本的にはそのアウトプットデバイスっていう感じですよね。やっぱりこのサイズでゲームするとかってことないんで、基本的に動画見たりとか、やっぱりこういうオンラインミーティングで、まあ、大きい画面でま相手の顔を見ながらですね、まあ、やるということではないかなと思います。で、 まあ発想としてはね、15.6インチの Android タブレットって、まあほぼ選択肢がないかなと思いますんで、そういった部分では、まあ探してる人はいるかもしれないし、こういうのを欲しかったなっていう人はいるかもしれないんで、まあまあ発想的にはいいと思うんですけど、これ価格がめちゃくちゃ高いんですよ。で、一応スペック見ていきましょうか。えー、ここにスペック出てるんですけどね。まあディスプレイサイズ15.6インチ、Android バージョンは12。で、CPU がメディアテックの MT の6779ですね。 ヘリオの P90 です。アンツとベンチマークで言うと20万点台。えー、まあローエンドのスマー、ローエンドのタブレットですよね。で、メモリも4ギガストレージが6 4イトで、これ2つモデルがあるのかな8ギガに頃ってものもあるみたいですね。で、バッテリーが8 0 0 0ンペアで、一応カメラついていて800万画素、800万画素。で、解像度はフル HD。で、マイクロ SD カード使えます。で、重量が 1250g ってことで、1キロ超えてるんですよね。 一応専用のスタンドですね。末置企用の専用のスタンドが付いていますということです。で、これを見てもスペック的にあんまり良くないんですよね。決してその、ね、高級な端末ではないんですよ。で、価格が、えっ、ー、と、安い方で8万9千円くらいだったかな。9万円くらいで、上位モデルの方が12万1980円っていうね、ちょっと考えられない価格になっています。このスペックでその価格っていうのは、確かに画面が大きいかもしれないけれども、ちょっとないですよね。 まあ、例えばアウトプットデバイスとして、まあ、UKL ディスプレイでね、15.6インチとかっていうと、まあ、結構高くなっちゃうかもしれませんけど、ただそういうね、そういうなんか付加価値があって、もうアウトプットで動画見たりとか、まあ、そういったものに使う、しかも大画面でっていうことであればね、えー、結構高額でもいいと思うんですけれども、何にも特にひねりがないんですよ。で、まあ、私がね、 このルカタブレットを救いたいということであれば、やっぱり一つはそのディスプレイの品質を、ちょっと UKL ディスプレイっていうと、やっぱちょっと高くなっちゃうと思いますけど、なんかちょっとその映像、映像っていうかその出力のね、映像の出力の部分で、まあこんなメリットがありますよとか、こんな機能ありますよっていうね、やっぱり見せる大きいディスプレイなんで、ちょっとそういうひねりがあってもよかったんじゃないのかなと思います。で、あともう一つは、ディスプレイっていうかこれね、 この15.6インチのタブレットってないんですけど、例えば15.6インチのモバイルモニターって山ほど売ってるんですよね。だから需要があると思うんですよ。だからこれって Android タブレットを搭載しているモバイルモニターみたいな感じ。だから HDMI 端子をつけて、例えばパソコンつないだらパソコンの外部ディスプレイとしても使えますよ。まああるいはですね、スマートフォンと接続して大画面でゲームが楽しめますよみたいな感じで、まあ OS を積んだモバイルモニターみたいな扱いで 販売した方が、モバイルモニターってあんだけ種類が売ってるんで、やっぱり売れてるんだと思うんですよね。だからそこを使わないとダメじゃないのかなっていう気がちょっとしましたね。で、あと、まあどうせ OS 積んでるんであれば、やっぱり専用のデスクトップモードですね。モバイルモニターとしても使えるし、まあそもそもキーボードとかタブレット使えたら、 まあ、末置きのディスプレイなんでね、ちょっとパソコンライクで使えますよと。まあ、そういったいろんなね、まあ、これ一台で、ちょっと今までのタブレットとは違う使い方ができますよっていう提案をしないと、この価格で買う人は、まあ、ちょっといないという感じですよね。まあ、確かに15.6インチで OS 積んでるタブレットを探してる人、まあ、ごく稀にいるかもしれませんけど、まあ、価格を見た段階で多くの方が諦めてしまうんじゃないかなと思います。まあ、そういった部分で、ちょっとそういった変わったね、まあ、アイデア商品的な まあ他のメーカーでは作っていないところをついてくるのがやっぱりこういうね、中小メーカーの面白いところだと思いますんで、なんかそういうひねりが欲しかったかなという感じはしています。まあ、なのでちょっとこのスペックでこの価格、まあそれ低価なんでね、まあ実売価ガブッと下がるのかもしれませんけれども、ちょっとその低価を聞いた感じでは、まあ価格的な部分で売れる感じがしないかなというところです。ということで今日はですね、あの有名家電メーカーのアイリス大山が 珍しいね、15.6インチのタブレット販売するということで紹介をさせていただきました。まあ非常にですね、アイリス大山らしい目の付けどころが違うでしょという感じでね、変わったアイデア商品。なかなか15.6インチのね、タブレットってありませんので、非常にまあ発想としては面白いかなと思いましたけれども、ただあまりにもスペックが低い、それでいて価格が高い、それでいてスペックがすごく平凡、新機能が一切ないということなんで、 まあ、せっかくね、15.6インチの珍しいタブレットになってるんで、この大画面を活かすような、先ほど私が言ったようなね、まあ、外部ディスプレイとしても使えますよとか、まあ、大画面なんでパソコンみたいにも使えますよとか、まあ、そういったね、えー、新しい新機能、付加価値をつけないとなかなかこの価格では、 まあ、ぶっちゃけ売れないのかなと思います。まあ、ですんで、もしね、えー、まあ、こりもせず、次回、次回、次回作って言いますか、えー、次のね、15.6インチクラスの n d r o i d タブレットを、もし販売すると、作るということであれば、ぜひその辺のね、まあ、外部ディスプレイに対応したりとか、まあ、あと、やっぱりデスクトップモードとかね、結構もう最近ね、android タブレット対応してきてるものが多いし、キーボードとセットで売ってるものなんかもね、中国の目が増えてますんで、 まあ、需要はあるのかなと思いますんでね。まあ、そういったところをうまくついてですね。やっぱり他のメーカーでは、あなかなか出してないところをついてくるっていうのが、やっぱりこういう中小メーカーの魅力だと思いますんで。まあ、ぜひね、えー、次のモデルについてはそういったところも検討して販売してくれれば、まあ、私も買おうかなと思います。とりあえず今回は、これはさすがに買わないかなという感じですね。はい。今回は以上です。